はい、皆さんこんにちは。今回は、新しい、パーツを作ったので、紹介したいなと思ってます。タミヤ、最近はこうタミヤの TT-02 をタミチャレの仕様で走らせたりしていますけれども、今回はもっと速い、カテゴリーの車の話です。はい、早速ですけども、今回は自作のパーツになるので、こういったものですね。ここについているものがそのパーツになります。はい、そうですね、私たちのチームで、取り組んで、プロトを作ってから約3ヶ月、最初の構想から言うともう1年以上経ってるんですけど、ようやく形になって、そこそこ見えてきたものがあるので、シェアしたいなと思ってます。これが一体、どんなものなのかっていうと、こういった速いツーリングカーをされる方ですと、イメージが湧くかと思いますけれども、こういったもの見たことがある人も多いと思います。このリアのダンパーステンの後ろから棒が出るっていうものですね。これの、発展版になります。具体的にはこれまでの棒のようにこのボディの背面でボディの歪みを抑えてやろうと、そういった発想のものではありません。はい、ボディマウントの後ろに、ベッド1個パーツをつけることによって、そしてリアのウイングの取り付け部に、取り付け部のこう距離をですね、長く取ることで、今のこのケースですと、このネジ部がこのマウントに対して、接触します。すると接触したところ以降はこのボディが物理的に歪むことができなくなると、歪むことができなくなる。結果このウイングのダウンフォースが最大的効率としては最大に近い効果が出せるというものになります。実際に使うと、大きくその効果を体感することができると思いますし、操縦安定性と、実車の中ではよく言う走安性ですね。走安性としてはかなり、爆発的に向上するものとだと実感しています。でただ、あまりにもその効率が上がることによって、従来のセットアップのままではなかなか対応しきれない部分もあるように感じてきました。これはいろんな方にテストしてもらったフィードバックからそういった今結論に至ってるんですけども、実際問題まだまだ、この次元でのセットアップっていうのはなかなか確立できない部分があるので、これをなんとかこうものにしたいと言いますか、かなり効果としては高いので、もっともっと発展させたいなっていうのが思っているところです。で僕らとしてはこれをですね、いろんな人にトライして、興味のある人にはトライをしてもらって、これがもっともっとこういい形で発展できればいいのになと、そういったふうに思ってます。話はちょっと一旦それますけども、じゃあこれは一体どんな風に取り付けてるのかっていうと、今はこれ車はタミヤの TRF420 ですけども、今のところ X-ray の T4、 あとはインフィニティの IF14 14-2 か、あとはヨコモの BD10、そしてタミヤの TRF420、 この4車種についてはこれが取り付けることが可能であるということが分かっています。一部の車については、このボディのボディポスト、この部品を、
タミヤ製もしくは X ray 製に変更することが、僕らとしては推奨している、状態です。でそれに対して、このボディポストを止める、このビスを長手のものに変えることで、このマウントを一緒にボディポストと一緒に止めてやるという、こういったシンプルな構造になっています。ですので交換も容易ですし、いろんなテストも簡単に行えるといったものがこれの特徴になっています。はい、それで、これをこれは 3D プリンターで作っている部品なので、3D プリンターがあれば、どこでも誰でも作れる、そういったものになります。なので、この部品のですね、データを、Google ドライブ上にアップロードして、さらにそれを共有設定することで、誰でもそれをプリントできるというふうにしたいと思ってます。この動画の概要欄にそのリンクを貼っておきますので、3D プリンターをお持ちの方が近くにいれば、または実際に自分でお持ちの方がいれば、ダウンロードして作ってもらって、これを使ってみていただければ、その効果をすぐに体感することができると思いますし、それによって、セットアップの変更が必要だとか必要じゃないとか、そういった情報のシェアができれば、このカテゴリーがより一層面白くなるんじゃないかなと思っています。はい、それ以外にも、この 3D プリンターで作った部品というのはいくつかありますので、これは随時同じように紹介して、シェアしていこうかなと、またデータも公開していこうと思っています。ひとまずは今目下一番、僕らとしても注目してますし、発展させていきたいなって願っているこの部品、これについての紹介でした。これの その他詳しい話っていうのはまた別途どこかでご紹介できればいいかなと思っています。ちなみにですね、ボディ側なんですけども、先ほどお見せしたように、ボディのウイングを止めるナット、これについても、この 3D プリンターで作ってます。非常に止めやすい、簡単に止められるものになってまして、さらに反対側からもビスを打ってます。なぜビスを打つかというと、このビスを打つことによって先ほどのこのマウントとの距離を調整することができるようになります。ですので、この距離を調整することによって、どんなボディ、あとはどんなボディ高さの搭載にしても対応できるというものになっています。ですので、いろんな方に使っていただければいいかなと思ってます。とはいえ、3D プリンター手元にお持ちじゃない方もおられると思いますので、そういった方にはそれはそれで、配布できるような形を考えています。そういったわけでぜひダウンロードして、作れる方作ってみていただきたいなと思います。はい、今回はご紹介まででした。ぜひダウンロードしてみてください。以上です。